神拳飛天将軍、飛天将軍魔神拳、魔神拳、どうだ、こぶつ魔神拳、魔神拳、魔神拳、どうだ、魔神拳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 、マイカだ、はっ、どうしたイクス、早くか…マーク、一体どうして、なんでこんな風に戦う必要があるんだよ。俺とお前は敵同士、ずっとそうだったろ。だったらどうしてこの間は一緒に戦ってくれたの。ただ気まぐれに道が重なっただけだ。深い理由なんかないぞ。構えねえならそれでもいいぞ。そんな死にな。そういうわけにはいかない。俺はこの世界を救ってみせるって。あんたを倒してこの先へ進んでみせる。私もイクスの進む道を信じてる。俺もあの人たちみたいな強さが欲しい。そうならなきゃいけないんだ。やってやる。くそ、やるじゃねえか。ずいぶん生意気になったもんだな、イクス。俺はあんたを倒してみせる。私たちは負けない。はあ。だがまだ焦る。ここだ。聞こえてる？ああ、聞こえてるよ。どうかした？積み荷、それで最後だよ。気をつけてね。急にぼーっとするからびっくりしたよ。ごめんな、ちょっと考え事をしてたんだ。なんでもないよ。よいしょっと。これで全部か。手伝ってくれてありがとな、ミリーナ。遠くの海への漁は初めてだから、どうも勝手がわからなくて。一人だったら時間通りに終わらなかったよ。ううん、全然。帰ってくるのは4日後だっけ。
ああ、4日で帰って来られればいいな。みんなは何度も行ったことあるって言うけど、どんなトラブルがあるかわからないもんな。まずはやっぱり天候か。大雨、嵐はずっと警戒しておくとして、逆に日照りにも注意しないと。水を多く積みたいけど、化石祭は船の転覆につながる。そこをクラーケンにでも襲われたら全滅だ。クラーケン対策は何か用意していたっけ？そうだ、図鑑を持っていこう。生態を知れば対策が立てられる。やっぱり遠くの海は危ないな。こんなにたくさんの危険が思いつく。慎重に漁に出ないと。いくすったら相変わらず心配性なんだから。でも大丈夫だよ、イクスがそれだけ考えて準備してるんだもの。自信持っていいんだよね。頑張って。ミリーナ、もう子供じゃないんだぜ。手とか繋がなくていいよ。ごめんごめん、イクスが不安がってるとつい応援したくなっちゃうの。それに4日も会えないと寂しいし。4日なんてすぐだろ。寮心配だな。ついていけたらいいのに。何の訓練もせずに乗るなんて、それこそ何が起こるかわからないからダメだよ。それにミリーナは鏡師の修行もあるだろ。そうだよね、残念。あ、だったらちょうどこの間習った術があるの。術？それ具現化の術よ。鏡師にしかできない秘術。まだ小さいものしかできないけど。はじめまして、イクス様。私、ミリーナ様の強制のカーリャだよ。と、おう。ねえカーリャ、私の代わりにイクスについて行ってくれないかな。ミリーナ様、カーリャはミリーナ様から離れすぎると力が出なくなっちゃうんだよ。そっか、そうだよね。すごいなミリーナ、こんなこともできるようになったのか。もう遠出に連れてってもらえるようになったなんてすごいじゃない。頑張ってる証拠だよ。お互い順調だね。そうだな、やっぱり俺はこっちの方が合ってるんだろうな。さて、それじゃあ一度家に戻ろうかな。図鑑取ってこなきゃ。それじゃあカーリャも一旦さよなら。またいつでも気軽にお呼び出しを。
行くわよ。マシンケフォトン、マシンケ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 ハッヤッフォトン。よし、次。だったかな。やってやる。ファトン、マシンケマシンケマシンケファトン、マシンケハッマシンケ魔競技戦況エイジン。もうすぐセールンドのはずだ。大丈夫かミリーナ。うん、私は大丈夫。優しいね、リクス。見えてきた。きっとあれがセール。ここがキルケイオンのブリッジだ。俺はガローズ。聞く、よろしくな、お前たち。出発前に。ここではキラル分子で武器